皆さんこんにちは。5月23日日曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう。本日私たちに与えられました聖書の言葉は、旧約聖書出エジプト記21章1節から11節です。そしてテーマは、弱者に人格的に接して権利を保障しなさいです。出エジプト記21章1節から11節。これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身できたのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼と共に去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちとを愛しています、自由の身となって去りたくありませんと明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから戸または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。私たちは今、出エジプト記をこうして毎日御言葉としていただいているわけですけれども、私たちはですね、ここでもう一度、その律法というのは一体何なのかということをですね、この一緒に考えてみたいと思うんです。私たちはですね、どうしても律法、それは法律であったり掟、戒めなどという言い方でも表現することができるかもしれませんけれども、大体ですね、そういうこの決まりルールというものをですね、私たちがこう耳にするときに、私たちはこうどういうふうな印象を抱くだろうかということを、少し立ち止まってですね、考えると、いろいろなこう膨らみというものがこう出てくると思うんですね。決まりとかルールというのはですね、小さい頃から守りましょうねと言われて、この与えられたものだということをですね、私たちはよく知っています。身近なところで言えばですね、信号が青になったらその信号を渡っていいですよと、そういう決まりがあったりするものです。しかしですね、私たちは
まあ時としてというか、結構そういう時はあるんじゃないかなと思うんですけれども、決まりをこう破りたくなる感情みたいなものがこうあったりとかですね、また決まりを守ることがこう窮屈に感じるなんていうこともあるかもしれないんですね。私、忘れないことがあります。幼稚園や小学校1年生ぐらいの時だったでしょうか。私の住んでいた家のちょっと歩いたところにですね、この国道バイパスがこう走っていたわけですね。まあ、片側、2車線のですね、まあ、結構3車線でしたね、3車線のかなりこの広い道路なわけです。で、まあ、私はですね、その近くのそのバイパスにこうある、まあ、横断歩道を渡って、その先にあるコンビニエンスストアに、まあ、お使いに行かされることがよくあったんです。で、ある日のことだったんですけれども、もう信号を待ってられないという思いがあったんですね。それで何をしたかというとですね、もう車が走ってないのを見計らって、まあ、信号無視をした。そしたらですね、それを近所のおばさんが見ていてですね、私の親にもう敦史君ったら、信号無視してたのよって言われて、ものすごい叱られたっていうことがあったんです。まあ、これ何が言いたいかと申しますと、私たちにとってですね、決まりというのは、まあ、守らなければいけないものだけれども、こう守りたくなくなるような私たちの思いがどうしてもこう湧き出てくるようなものであるということを今日私たちは考えたいと思ったんです。で、そう考えるとですね、まあ、ちょっと聖書に戻りまして、まあ、神様がこのモーセを通して与えられたこれらの律法と呼ばれるものというのは、私たちはどうして守る必要があるのだろうか、そもそも神様は私たちにどのようなことを期待して律法の言葉がを与えられたのかということをですね、私たちぜひ考えたいと思うんです。で、今日ですね、私たちに与えられたこの出エジプト記の21章の1節から11節の御言葉、これは奴隷に関することについて書かれたこの律法の言葉であるということがわかります。まあ、奴隷というのはどういう存在か、まあ、私たち今生きていてですね、この身の回りに奴隷と呼べる人はいないと思うんですね。そもそも日本の憲法では奴隷制度というのも禁じていますから、まあ、奴隷というのはいない。しかしこのモーセの時代には奴隷制度というのが実際あったわけです。そして主人に仕える、ある意味自分の自由が利かない、そのような奴隷の存在があったということなんですね。で、実際そういう自由の利かないですね、奴隷の存在に対して、じゃあ神様はどのような見方を持って奴隷に接していたかというと、まあ、この奴隷がですね、極力自由が得られるように、この奴隷制度というものをがこの存在しながらもですね、神様はその奴隷の人権というのをやっぱり守ったんです。ですから例えば2節の部分を読むとですね、このヘブル人の男奴隷が働いた時に6年使えれば7年、つまり安息年の時にですね、解放されるということで、この奴隷の自由を保障しました。そしてですね、まあ、この男奴隷に、まあ、主人から妻となる女性が与えられて、そして家族ができた。でもその時はですね、7年目その奴隷から解放される時は、その妻子供を置いていかなければならないという、そういう律法があったわけです。でもですね、やっぱりここは家族が本当に愛情が育まれている、そのような中でこの男奴隷がですね、主人にですね、家族と一緒にいさせてください、そう願い出た時に、この6節の言葉にはこういうふうに書いてあるわけです。まあ、この家族が離れ離れにならないようにあることをしたっていうんですね。6節、その主人は彼を神のもとに連れて行く、それから戸または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す、彼はいつまでも主人に仕えることができる。まあ、このようにあるわけです。
私はですね、霧で彼の耳を差し通すと聞いた時にですね、どんな風にするんだろうかと、やっぱりちょっとギョッとするわけです。この耳の穴の中にもし霧入れられたらですね、もう耳は聞こえなくなってしまう。でもここはそういうことを言ってるわけじゃないんですね。この耳たぶです。耳たぶにですね、この霧を差し通す、まあ、皆さんピアスをされておられる方がいらっしゃるならわかると思うんです。ここ一番この耳たぶとの痛みを感じない場所です。そういう痛みの感じない場所にあえてその奴隷と主人との間の深い関係を示すために痛みを伴わないで、しかしそこには神様が与えたこの深い関係性を築いていく、ここにですね、神様のその人間に対する、特に弱者に対する扱い方のこのポイントというのを見ることができると思うんですね。質問の後でそのことをもう少し考えてみたいと思います。神はいわゆる弱者をどのように取り扱われますか？そもそも神が私たち一人一人に律法の言葉をお与えになられたその理由は、私たちを縛るためではありません。むしろ神様が私たち一人一人を大切に取り扱ってくださることによってですね、私たち一人一人に神様の自由を与えるために律法というものが設けられ、そして私たちに与えられました。ですから奴隷のような身分の非常に自由がこの奪われたような、そのような存在にも神様のその解放させる思いというものは律法の言葉を通して十分に与えられることを、私たちは今日の御言葉から知ることができるのです。今日は触れませんでしたけれども、7節以降には女奴隷に対する規定もあります。当時その人権的にも非常にこの今とは違う、この低くされていた女性に対しても神様はその人権というものを保障しています。ですから主人が女奴隷を存在に取り扱えないようにですね、まあ、このような律法の言葉を与えくださっている、そう考えるとですね、神様という方がいかにその人権というものを大切にして私たちを扱っておられるか、私たちはですね、この世の中で生きるときにその神様が御言葉を通して与えた基準というものをぜひ私たちの生活としてこう取り入れて、私たちはこの御言葉によって生活するということの幸い、まあ、自由と幸いというものをぜひ営んでいきたいと思うわけです。そんなことを思って神様に共に祈りをお捧げいたしましょう。お祈りいたします。私たちに律法を通して自由を与えてくださる神様、私たち一人一人があなたから守られ、そしてあなたから大切に扱われていることを感謝いたします。どうぞ私たちの生活がそのようなあなたの守りの中にあることを思い、私たちもあなたのそのような思いを胸にして日々を生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。